んだって。すごい、あ、父の日だから明日。すごい、片付け券ありがとうございます。片付け券ありがとうございます。え、じゃあそれ渡したらさ、肩叩いてくれるってこと？いいねえ、じゃあまた違う、父の日バージョンのありがとうありがとうございます。父の日バージョンのありがとうありがとうございます。あ、名古屋城のとありがとうございます。これ名古屋城だよね。名古屋城の上に花火、僕は花火がボーンってなってるタワー、ありがとうございます。耳がイチゴで胴体がチョコレートの方、ありがとうございます。父の日のありがとうありがとうございます。父の日のありがとうありがとうございます。あれ違う、ももがみんなに買ったのかな。あ、あら、そう、あ、片付き券をもらったってことはももが肩を叩くの？じゃあももが叩いてもらうじゃなくて、ももはみんなを叩くの？いいよ。片付き券ありがとうございます。父の日のありがとうありがとうございます。父の日のありがとうありがとうございます。あれ、あった、コン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 、ハリケーンコンコン、ありがとうございます。アジサイの葉っぱが生えちゃったやつ、ありがとうございます。手、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。算数が苦手な平野さんのショールームはこちらですか？はい。でも中学校はもう数学って言うんだよね。こんばんは、こんばんは。あ、そう、あ、そう、あ、ももが、ももが出たけど、すいません。いきましょう、せーの、ハートありがとうございます。父の日のありがとうってやつ、ありがとうございます。コン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 、ナイケークのクマン、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。自信持って言うな。あ、痛いっす、ごめんなさい。早かった、ゆっくり、せーの、トン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 、ひななにトン、はい、トン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 、ひななにトン。父の日のありがとうってやつ、ありがとうございます。ゆっくりやってよ。あ、そう、CM のやつ。CM のやつ知らない？トラックいらんって知らない？あの CM でそういうやつがあるんですよ。違う、知らない？なんかトラックの、そういう CM があるんですよ。そういう CM があるんですよ。ぜひあのひなのに飛んで調べてみてください。あ、聞いてる、あ、よかった。本当？知らない方はあのぜひ今メモって調べてみてください。モモタンちょいちょい昭和テイスト。平成だよモモ。昭和生まれ、うん、昭和生まれはパパとママ。モモは平成生まれです。昭和生まれはパパとママです。え、そうだよね、うん。私令和です。嘘つけ。だって今令和に、違う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 、令和2年でしょ。1歳か2歳ってことになるよ。1歳か2歳の人は文字は打てません。父の日のお花ありがとうございます。鳥が鳴いてるの。ごめん、聞こえた？聞いてて。ごめんね、桃のうち、あれ今若干窓開けてるんですよ。窓開けるとなんかスズメだったりカラスだったり、あのごめんね、あの田舎なのでいっぱい鳥がいるんですよ。本物です、本物。そのまま終わった、ごめんね。聞こえたかな、泣くの終わっちゃった、ごめんね。うん、スズメか、
かが泣いてた。聞こえなかった？ほら見て、遠くへなくなっちゃった。進められない。カエルも泣いて、そういういろんなものがいろんなものが泣きますね。カッパは出ますか？出ませんね。座敷あるセール、いません。ここの扉からママ、あ、そう、あのね、今日ね、本当にね、ここの扉からね、ちょっとここの扉にママを入れようとしたんです、本当に。みんながお料理配信のためにあの扉を開けてというので、今日ママを入れとこうとしたんですけど、やっぱやめました。タヌキは出ますか？いません。はい、入れんな。ほら、いつも言うやんね。え、ママの話は置いといて、ママよりももっとなんか、何、もっと可愛い子が今日はモモのお家に仲間入りしました。それはちょこ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 、まだメールでもね載せてない。ちょこ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 ちょん、じゃじゃじゃーん、柴犬、可愛くない？可愛いでしょ。ぴょんちゃんよりもちっちゃいです。ほら、ぴょんちゃんが大きく見えない？あの、今日ご飯を食べに行ったんですよ、めっちゃ久しぶりに。その時に、あの帰りにスーパーに寄って、そのスーパーのところにゲーセンもあるところで、ゲーセンでモモ取りました。ゲーセンでちょっとだけやっていいよって言われたので、あのゲーセンをしたんですけど、そしたら取れた。うまくない？あとね、ちょっと待って、あとね、なんか M っていうボールペンがあったんですよ、モモのね、 M のボールペンがあったので、それをね取りたかったんですけど、弟が好きなカービィが取れました。なので今日2個取れました。これもモモが取ったんだよ。モモは自分の名前のね M のボールペンが欲しかったんですけど、カービィが落ちてきた。なので弟にあげました。これもモモが取りました。これは一発で取りました。これは一発で取れて、これは2回で取りました。弟にあげますよ、これは。これはもう速攻を弟にあげました。学校でね、4年生だとまだペンが、ね、使わないとかなんとか。上手。なんかよくYouTube でクレーンゲームの動画見てるんですよ。よくクレーンゲームの動画を見て、撮り方とかをよく見てたので撮りました。めっちゃ可愛くない？この名前は今上にある巨大な柴犬がもっちゃんって言って、これはぴょんちゃんって言って、初見さん9期研究生の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。これは平野の日でひっちゃんにします。桃のモデルもっちゃんで、平野の日でひっちゃんにしたいと思います。父の日のありがとう、ありがとうございます。誰やねん、これやねん。喋るの、喋らん。喋るのは僕だ。喋るのは僕だ。ぴょんちゃん早めの登場でした。もっちゃん推しです。あ、そうですか。カピバラどこ行った？いるよ、上に。ママの自分の部屋にいるよ、カピバラ。僕の名前はひっちゃんだよ。です。お支払いします。え、モーマモーシです。本当？大きいリボンの犬の名前はリモちゃんです。
もう単語増えた。ちょっとここに入れておきますね。で、何を作るか教えてください。あ、ごめんなさいね、ごめんね。じゃあテロップ出しますね、ごめん。ちょっとごめんね。食べれなくて、あのパパしか食べれる人がいないんですよ、ネギマのネギを。ほう、パパしか食べれる人がいなくて、ラーメンのネギは、え、ラーメンのネギはモモは無理。弟とママは多分いけると。玉ねぎは食べれる。パパ登場かしないよ。なんでネギ役かわいそう。そういつもネギマをお家で焼くときはモモたちがお肉食べて、パパがネギ串になるの、いつも。パパが全部ネギを食べます。お肉も食べるよ、お肉も食べるけど、ほとんどパパがネギ食べてる。じゃあ今日温まるまで今日のテロップを出したいと思います。じゃん、300、ちょちょちょ、間違え、ごめん、401日、ありがとうございます。今日はめっちゃ久しぶりにおうどんを食べに行きました。美味しかったです。うどんつゆ、うどんとつゆをかけました。丸亀うどんのぶっかけです。じゃ、釜揚げです。釜揚げを食べました。401日、ありがとうございます。イエーイ。下手、誰下手って言ったの、タンスじゃない。タンスじゃない、どう考えても、どっからどう見ても、どの角度から見ても
丸は何釜揚げ。それではそろそろお肉を入れていきたいと思います。こちら。それではまずジュッてなるかな。おー、いい音。いい音。おー、いいね。あー、箸落っこっちゃった。ね、箸が落ちちゃった。ちょっともう一回割ります。落ちちゃったよ。その前に消毒をします。割ります。あー、綺麗に割れんかった。え、これ焦げる？あ、全然焦げてないじゃん。おいしそう。ビール飲みてー。だってもうはあと7年しないと飲めんですね。串の意味だって臭かったら熱いやん。え、串触ったら熱くない？いや、無理無理無理。油引いて、なんかこれ油引かなくていいらしいよ。いい感じにさ、黒いさ、焦げが出てきた。いい香りがしないでしょ、画面だもんしないでしょ。何のお肉かな、豚肉？ネギマって豚肉じゃないっけ。まだね、赤いよ。ちゃんと焼かなきゃね。あの、イカはちょっと焼けば、あの、茹でてあるのでいいと思うんですけど、お肉は何もしてないのでちゃんと茹でないと、ちょちょちょちゃんと焼かないと、何なんですか。普通は鶏肉、え、鶏肉なのかなこれ。え、豚肉だった気がするよ。だってネギマって豚じゃない？わかんないわかんない、全然。横向けます。あれ、横向かない、縦。いそれは豚肉だよね。美味しそうな色になってきた。こんな感じ。あとちょっと焼けば完成ですね。おお、いい色いい色。タレ発祥は塩コショウ。おいしそう。じゃあ、いい感じ。お肉はちょっとまだあれそうなので、イカに生姜醤油ですね。これはイカの串に生姜醤油を塗っていきたいと思います。ほら、ゼリーのやつ。そう、ゼリーの。うわー、おいしそう。裏向けます。めっちゃいいニュース。
めっちゃいい匂いするよ。いい感じ。いい香りがする。する？みんなとこする？イカは最初に茹でてあるので大丈夫。あっつー、串あつ。はい、ということでモータークッキングネギマグロシ&イカ串出来上がり。イエーイ。それでは昨日の、昨日もデカビタで乾杯したんですけど、昨日の残りの、昨日の残りのデカビタがあったので、今日もデカビタです。それでは皆さん、このパインはプール映えするやつです。これプールで浮くんだよ。お父さん、おーおーおー。はい、準備はよろしいでしょうか？炭酸抜けてないよ。ペットボトルをキュッてやると炭酸抜けない。それでは乾杯したいと思います。ネギバト串焼きに違う、もう一回テイク2。ネギバトイカ焼きに乾杯。カキーン。デカフェタは本当に美味しい。うん。ねえねえ、もうこんだけになっちゃった。見て。もうまああっという間に飲んだらこんだけしかなくなっちゃった。ちょっと営業して気を取り直してネギマを食べていきたいと思います。それでは手を合わせていただきます。それではお先にどうぞ。だらら、美味しそう。食べます。いただきます。
胡椒をかけすぎました。うん、ちょっと塩胡椒かけすぎた。ありがとうございます。はい、皆さんネギどうぞ。このネギはもうちょっと食べれないのでどうぞ。てってれてれてれー、ネギ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 、はい食べて。はい食べて。ネギ食べたことあるの？ネギマンの意味。美味しい。ねえ、あのさ、これ思ったんだけどさ、白いご飯取ってきていい？ねえ、ねえ白いご飯取ってきて、もうさご飯食べた。いい、取ってきて。ちょっと待ってね。うん。おいしそう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。イエーイ。はい。白米。イエーイ。ごめんごめんごめん。これは今ピンクのやつがちょっと見当たらなかったんで、弟の青のやつです。明かりかける。あ、明かりもうない気がする。食べちゃった気がする。はい、ではちょっと待ってね、下げます。いただきまーす。結構おっきい。うん、おいネギの気持ちを考えてだって、ごめんね。ごめんね、もう食べれないんだ。たらし塩コショウついてる、ほくろ。もうなくなっちゃった。はよ、もうなくなっちゃった。全部肉にした方がよくない？でもじゃなかったらネギマじゃないやん。みんな出番だよ。はい、ハートありがとうございます。ネギ担当。お肉もくれ。あ、ごめんね。はい、どうぞ。あー、肉汁が。はい、お肉もごめんね。はい。ネギ苦手。あ、ももと同じだ。次はイカを食べたいと思います。まずどうぞ。いただきまーす。ちょっと入れすぎた。入れすぎちゃった。
トマチュ。いただきました。食レポ？なんかすごいイカの生姜醤油がすごく効いてて、生姜醤油に白米がすっごくあって、このハーモニーは最高です。イエーイ。今日のうまくない？次はお肉。肉いただきます。お肉がね、なかなかね、噛み切れないの。あ、ネギごめんなさい。ごめんね、ネギを待ってた。ごめん。どうぞ。あ、ネギ串作ってあげるよ。はい。ネギが苦手な方へ。ネギが苦手な方こっち。ネギが得意な方こっち。さあ皆さんはどちらを選ぶ？イカさんもいるよ。はい。
ということで、デカビタを一気飲みしてすごくお腹がいっぱいです。ということで、手を合わせてごちそうさまでした。美味しかったです。めっちゃ美味しかったよ。めっちゃ美味しかったけど、お腹いっぱい。これからは一気飲みを気をつけたいと思います。この前もそうなっちゃったんだよね。ちょい待ってね。ありがとうございました。会食しない。あとは弟スタッフという最強の方がいらっしゃいますので、その弟に食べてもらいたいと思います。弟に渡すと本当秒でなくなるよ。渡したらえぇ、って一瞬でなくなる。一瞬でなくなるので、あとは弟が美味しく味わっていただきますので、ご了承ください。弟ネギだけか。弟もネギ食べれないので、まだここに焼いてないネギマがあるので。はい、ということでごちそうさまでした。美味しかったです。で、ほんとさ、みんなでさ、ネギマ会やりたいよね。みんなでネギマ会やって、ももがお肉担当で、みんながネギ担当。ネギはいらないです。肉食わせてごめん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 。その話置いといて、二次会。おうたです。おうたを歌いたいと思います。今日のね、リボン大人っぽいの見て。ママのです。ほら、それではイヤホンさします。あ今日は昨日400日記念で400日を迎えたんですけど、毎日アイドル、それで1時間半やってそばにいさせて歌う予定だったんですけど、時間が足りなくて歌えなくなってしまったので、今日はそばにいさせてを歌っていきたいと思います。止まったらごめんね。止まったらごめんね。はい、聞きます。そばにいさせて好きな人。はーい、はちゃちゃちゃ、ありがとうございます。そばセンス、ブッブー。そばを食わせてだって。好きですか。それでは歌いましょう。聞いてください。ネギにいさせて。それでは聞いてください。平野桃奈でそばにいさせて。はい、はい、あー、ミラーボールだ。黄金色の夕日が半分だけ
晴らしい。この胸の思いを言葉にできなくて、頬に一人ごと。私の幸せはいつの間にか登って見守るのは一番星。どんな時も優しくキラキラと笑う。星が見える夜も見えない夜も、いつでもそこで勇気をくれる。誰も皆心に大事な人がいる。私の幸せは今という時間、小さな出来事がとても愛おしくなる。どこか驚くくらいに好きになった。この世のすべてに感謝をしている。命ありがとう。ミラーボールすごい。ありがとうございます。幸せは輝く。
to you。 セクシーネギが、それはない。はい、ということで、ね、ネギやめて。感動的に終わってんのにさ、ネギでさ、ネギで。はい、ということで、平野桃奈でそばにいさせてを聞いていただきました。ありがとうございます。もうはあのこの歌詞 の宇宙の片隅で愛し合う偶然っていうところが一番好きな歌詞です。ネギコール、ネギコールは。はい、いやだね。いやだって。本当ありがとうございます。ほら、宇宙の片隅で愛し合う偶然だよ。表現するとこんな感じじゃない？宇宙の片隅で愛し合う偶然って感じじゃない？表現するとね。ネギがなんだって、ネギは頭から離れて。ネギは頭から離れて今さ。ちょっとネギはちょっと頭の片隅に置いといてください。今は宇宙の片隅の話をしてるんです。ネギは頭の片隅に。はい。うまいこと言ったんだって。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんかさ、この曲、あの結構他の曲よりもね、なんか長くて全部。なんか5分ぐらいあるのかな？あっという間に50分になっちゃった。ネギがセンタージャブですか。だからネギはちょっと頭の片隅に置いといて。じゃあ置いとく？別に忘れちゃダメか。頭のこんぐらいに置いといて。はい。ということでランキングを読んでいきたいと思います。忘れちゃダメだけど、ここら辺に置いといて。あの今喋ってることをここで聞いて、ネギはこんぐらい。めっちゃ早いよね。エコパ思い出したね。え。はい、ということでランキングを読んでいきたいと思います。13位、もっちゃんの、これはひっちゃんだけど、もっちゃんのちっちゃいわみたいな。アブターの方ありがとうございます。12位、トマトが一番に踊ってる。アブターの方ありがとうございます。これトマトだよね。ありがとうございます。11位、リンゴ。いや、トマトだよ。小籔、リンゴ。リンゴ、リンゴの一枚ありがとうございます。11位、小籔の方ありがとうございます。ごめん、リンゴだね。10位、白い巨大な生まれ丸のアバターの方ありがとうございます。9位、マリケイコのクワン、ありがとうございます。8位、猫がアンパンマンみたいな、猫がそれやけアンパンマンみたいなポーズしてるアブタの方ありがとうございます。9位、ごめんなさい間違えました、ラッキーセブン。なにこれ、何これ？おはげちゃん。6位、おはげちゃんのアバターの方ありがとうございます。5位、野々垣さんのアバターの方ありがとうございます。4位、あ、違う、アバターが。何これ、なんかもう一歩も歩きたくないですみたいな
思ってそうなペンギンのアバターの方、ありがとうございます。3位、なんかメイク濃くなっちゃいましたみたいな、メイク濃くなっちゃいましたみたいな、だるまのアバターの方、ありがとうございます。2位、ピンクのうまるまるのアバターの方、ありがとうございます。メイクちょっと失敗しましたみたいな、ごめんね、成功だったらごめんね。はい、ではいきます。ピンポンパンポーン、ごめん、一個バッチが落ちちゃった。ピンポンパンポーン、チャカ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 チャン。今日の1位は耳がイチゴで胴体がチョコレートの猫ちゃんのアバターの方、ありがとうございます。ここの名古屋城もありがとうございます。それではやっぱりリビングの料理配信の時はどんどんタイムなので、どんどんタイム行きたいと思います。ぴょんちゃんの横に今日はおまけとしてきっちゃんも置いと、あー落ちた。それでは行きます。柴犬でこっちの方がちょっと細っちょ、何細い柴犬で、どっちも柴犬なんですけど、こっちの方がちょっとぽっちゃりですね。ちょっとクマに似てる、でも柴犬ですよ、かわいい。もうなんか白の柴犬のぬいぐるみとか持ってるんですけど、あの茶色が一番好きなんですよ。柴犬だったらどれも好きなんですけど、茶色がね一番好き。はい、それでは今日の大富豪情報です。あ、ぴょんちゃん推しです、もうまあどっちもです。じゃーん、今日の大富豪、ちょっとごめんね隠れてるけど今日の大富豪情報、夜20時5分から20時半、21時から21時半の間です。1時間です、合計よろしくお願いします。ももは大貧民です、よろしくお願いします。でもね、昨日ね大貧民だったのにね、一瞬でね大貧民だった回、対戦があるんですけど、その時に1回で大富豪になれたんだ、すごくない？みんなパスしてくれた同じ？ごめん。はい、大貧民です、よろしくお願いします。下克上、あ、そうそう、それで、ももはさ下克上っていうの。でもさ、大富豪の須田さんの音声は下克上っていうの、どっちなんだろうね。
矢印で言われても分かんないよね。朝まで、ね、今は朝やってないです。またやるときはメールしますね。どっちでもいける、うん、明日も19時からします。ぜひ見てください。よろしくお願いしますぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございます。あ、ももが間違ってる、ごめん今日も見てくれてありがとうございました。あとでにぎまま、ももが間違ってるのか、下克上か下克上か、ありがとうございます。ということで7907人の方、たくさんの方見てくれてありがとうございます。それでは二人したいと思います。左手出して右手出して19時からやります。よろしくお願いします。せーの、二人ありがとうございました。バイバーイ。明日の配信も見てください。大富豪の対戦もよろしくお願いします。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。